ソニーソニーグループソニーミュージックエンタテインメントソニーミュージックダイレクト株式会社ソニーミュージックダイレクトはソニーミュージックエンタテインメント参加の音楽映像ソフト制作会社1996年ソニーファミリークラブの事業分割により株式会社ソニーミュージックハウスとして設立ソニーミュージックグループが保有する音源や映像を活用した企画作品の製造 販売を手掛ける過去に発売された作品の復刻版に加え、レーベルの枠を超えたコンピレーション版などを発売している通信販売事業も行っており、登録した会員に毎月推薦版を紹介する CD クラブを運営しているソニーミュージックグループのソフトを取り扱うネットショップソニーミュージックショップも行っていたが2009年5月1日付でソニーミュージックディストリビューション ソニーミュージックソリューションズへ移管となった。この他、情報提供サイトとして、大人の音楽ファンを対象とした、大人の洋楽復刻情報を主に扱う、ハイホープスなどを運営している。また、レーベルとして、ソニーミュージックダイレクト、および GT ミュージック、ドゥーザチューンがある。2009年には、業界初の落語レーベル、内服を立ち上げる。これまでに、 ドアンゴユーザーエンタテインメントと共同で、初ネミクベスト、初ネミク DVD、ボーカロイドベストフロムニコニコ動画、初ネミクフィーフスバースデーベスト、ボーカロイド超ベストをリリースした。それぞれ、メモリーズ、赤が当社発売分で、インパクツ、青が流発売、当社販売分となるが、流発売分についても、企画シナバンが当社と同じメガヘルツで始まることからも、わかる通り、 当社発売分と同様の扱いを受けている。したがって当社発売分のメモリーズ赤のみならずデュー発売分のインパクツ青についてもブックレットには問い合わせ先としてデューではなく SME の連絡先が記載されている。遺跡、歌手活動休止、引退、解散したものも含む一覧一覧ありがとうございます。